50周年ってこれから WOW はどんなになっていくんですか？そうですね、1976年創立ということで、ちょうど2026年に50周年ということになります。本当に創立の時は13坪の事務所1つで、難波にある、難波予備校、今エール予備校って言ってますけど、そこの日曜日の教室を借りて始めたわけですね。それが本当にたくさんの方がこの仕事に興味を持ち、また協賛してくれて、今現在社員が800数十名ということで、先ほどのようにその全県に教室を作ることができたわけですけれども、WOW としては今50周年に向けて何をするかということで、今一生懸命考えているところです。で、これは創立の時から の大きなあれでしたけども、受験教育というのは問題があって答えもあって、それを早く正確に解くという、でこれはある意味では産業型社会の一つのテーマであったわけですね。問題は必ずある。しかもこれは日本は、ファーストランのアメリカでしたから、アメリカでやったことをまず日本に取り込むということで、まず問題がだからあったわけですね。でそれを早く正確に解くっていうのが、能力としては評価されたわけですけども、ここも何年か前からはそれじゃダメだというふうに言われ出してますよね。まず問題がない、新たな問題を発見していかなきゃいけない、そして答えも一つじゃない。受験のように答えがパッと一つ 出ればいいんですけど、その答えが一つではなくてですね、二つも三つも可能性がある。でそういうふうに今世の中が変わってきてる、ある意味では多様化してきてるし、世界共通の何かそういうそのものの考え方がやっぱり浸透してきてるということになってきてると思うんですね。ですから我々は創業の時に、受験ではないもっと世の中にこう役立つ多様な教育をやってみたいというふうに思っていたということなんですけど、それが今になってみると、40年過ぎちゃったんですけども、次の50年に向けてね、新たにそこのところを考えていきたいなというふうに今思っているわけです。もちろん受験というものの大事さ、それを通しての力をつけていく、それから人間的にも成長していくっていう部分があるんですけれども、ただその根本的にやっぱりその問題があって答えが必ずあってという、その何て言うかな、その構造がもう崩れていってるわけですから、そうではない新しい何か教育の形をね、我々としてはぜひ作っていきたいなというふうに思っております。それがどういう形になるのかというのは、まだまだこれから詰めていかなきゃいけませんけれども、ただ、世の中は相当なスピードで今進んでおりますので、我々もそのスピードに負けないようにね、頑張っていきたいなというふうに思っているわけです。と同時にですね、2000年に、先ほどもちょっと言ったように、合宿をやめてエンタメ系、特に映画を作るということで、2000年に教育総研という会社から WOW コーポレーションというふうになったわけですけれども、このエンタメ系もですね、さらに力を入れていきたいというふうに思っております。やっぱり世界には通じるということで言えば、日本のサブカルチャーというのはもう本当に世界中で評価されておりますし、世界の若者がやっぱり日本のそのサブカルチャーを非常に興味を持って、いるわけですね。でいろんな映画祭に私も参加しましたけれども、世界の若者は日本の漫画とかアニメから学んでいることが多いんだと、愛とか勇気とか、夢とかですね、そういう大きなことを漫画とかアニメで学ぶんだというふうに、言う人もたくさんいるんですね。そんな意味では我々は、教育とエンタメということを、両軸で2つの車として考えていきたいと思っていたわけです。そこのところは、一層これからも力を入れていきたいなというふうに思っています。でちょうど私は3作アニメを作りましたけれども、今4作目、多分これが最後のアニメとしては最後になると思いますけれども、今考えているところでありまして、多分これから 2年ぐらいかかると思いますけれども、テーマは、福島の原発ですね。東日本大震災で福島で原発が事故を起こしました。で人間がみんな逃げちゃったわけですけれども、その中で取り残されたワンちゃん、ちょうど今これ社員犬のエディがいますけれども、取り残されたワンちゃんたちがいて、もちろん猫ちゃんとか、家畜が全部取り残されたわけです。そこで、
取り残されたそのワンちゃんたちをボランティアの人たちが助けに行く、まあ、そういう物語なんですね。ぜひこれはあと2年ぐらいかかりますけども完成させたいと思っております。それからさらに事業としましてはね、今シンガポールに教室を作っておりますけども、これも法人の方のご指定が今100名以上来ておりまして、同じような形で、日本の企業が今各地に、特にアジア各国には進出しております。その法人の方の教育、法人のご指定の教育をぜひまずやっていきたいということで、今シンガポールをモデルにしてですね、教室展開ができるんじゃないかなというふうに思っております。それからシンガポールの方も言ってるんですけど、帰ってきてから当社は全国に教室がございますので、どこに帰ってきても、当社の教育を体験していただける、ということなんでね、そこが一つ強みになるのかなというふうに思っております。それからもう一つ今考えておりますのは、人材ビジネスということで、ご承知の通り今地方、これ和歌山もその例外ではないんですけれども、地方が非常に疲弊してきているということですね。先ほどブラクリ町の話をしましたけれども、ずいぶん前にブラクリ町を歩いた時はなんかものすごい昔の賑わいが全然ないんですよね。びっくりしましたけれども、これは各地で起こっていることです。なぜそういうことになるのか、やっぱ若者がみんな都会に出ちゃうということだと思うんですね。で、我々としてはできるだけ地元の高校出たら地元の大学に行くような仕組みを作れないから、でそれぞれの大学が今相当工夫をしておりまして、通り一遍の授業じゃなくてですね、将来に役立つような、そういうその講座なんかもたくさん作っております。できるだけ地域大学の魅力をもうちょっとそのみんなにお知らせしてですね、地元高校から地元大学に行く、 できれば地元のこれは頑張ってる企業もたくさんあるわけです。そこのマッチングをしていきたいなというふうに思っております。今はねちょうど景気が良くて学生たちにとっては聞く手あまたなんですけども、これが景気が悪くなると、なかなかねこの就職なんていうことも起こってまいります。ただ、その基本的にはみんなが大きいところばっかり行っちゃうんでね、そこに問題があると思いますので、アメリカのように優秀な学生ほどベンチャーに行くと、あるいはベンチャーを起こすというね、そういうなんか、なんていうんですかね、その国を作っていかないといけないのかな。地方でも本当に優秀な方いっぱいいるし、で地方で小さなベンチャーですけど起こしてる人も結構増えてると思うんですね。ですからそういうところに我々としてはぜひお子さんを預かっていてずっとこう見て いける立場にありますので、うまくその地元の大学と地元の企業にこううまくマッチングできるようなそういう仕組みをですね考えていきたいな、それによって地域の活性化とか再生とかそういうことにも役立っていければなというふうに思っているわけです。